演舞開演。どうも、本日は冷やし中華麺糖質 30% オフの麺を食べたいと思います。麺、先日と同じ麺派お亭のものですね。糖質カットということでカロリーもちょっと低めになっていますね。ですがさすがにこのままでは食べられませんので湯がいてきます。少々お待ちください。茹で上がりました。冷やし中華なのでスープは捨ててあります。ですがこのままだと寂しいですよね、やっぱり。なのでいろいろとトッピングしていきたいと思います。まずは同封されていた麺派お亭のメンマ、これを5分切る、ここか。続きましては同じく麺派お亭から同封されていた焼き豚、でもこのままだと栄養バランス悪いですよね。なのでほうれん草と今、そして最後に麺派お亭のこのタレをかけたいと思います。こちらも糖質オフなんですね。あ、体に良さそうですし、終了。では混ぜてみ、混ぜ合わせましょう。混ぜ終わりました。ではいただきます。ではいただきます。糖質カットでも先日のものと何も変わりません。糖質オフといっても先日のストレート麺と何ら変わることのない美味しさがあり、冷やし中華のタレもしっかりと酸味が効いていてさっぱりといただくことができました。焼き豚もしっかりと香ばしさがあり、メンマも歯ごたえがあってとっても美味しかったです。麺派お亭一体どのようなメーカーなのでしょうか。ますます興味が湧いてきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。